Hey everybody, welcome back to my channel MVJ Reacts. We're going to react to this. It says, let me introduce the brand new MYK Studio from Miyako Love Bites. Okay, let's check out her studio. Hi, this is Miyako. Thank you for watching. I love her accent when she speaks English words. めっちゃ久しぶりの収録になってしまいましたが、皆さん元気でしょうか？私は元気でございます。めちゃくちゃ久しぶりの撮影なんですけど、今日は私の自宅スタジオからお送りしてます。初めて、ほらいつもはね、ほらいつかさんね、スタジオで撮ってたけど、先月ね私引っ越しをしたんです。引っ越しをで引っ越しして、まあ、少し前より広いお部屋に引っ越したんですけど、前はねスタジオとリビングが兼用っていうか、まあ、狭いところでやってたんですけど、ありがたいことに今この6畳一間が6畳一間って言ったかしら、6畳が完全に全部音楽の部屋として使えてるので、とても広々して良くなりました。ってことで今日はそんな MYK ニュースタディオをちょっと紹介できたらと思います。お姉ちゃんと妹は今絶賛ツアー中でしてね、やっとラブバイツがSo this is after the pandemic. Let me know, please. ちょっとね、こういう時期でもやっとライブができるっていう風になったので、今ライブで使ってるギターたちは今のスタッフたちに預けてますので、今ここにはいません。なんだと思うでしょ、なんだとここに妹いるやんと思ったでしょ。じゃーん、これは前紹介した、ずっと紹介してたね、妹の D の V、 USA の V がいたと思いますけど、これはそっからね、廉価版の V が発売しましてですね、もう何人かもうゲットしたよっていう人もうちもお見かけしたんですけど、それをうちも1本いただきまして、廉価版ってことで、こちらは USA 製じゃなくて韓国製になるんですけれど、もうどっからどう見ても妹ちゃんでしょみたいな。違いわかる？一個だけ違いがあるの。まあ、一個だけっていうか、うん、違いがあって、うちの妹は、ここがさ、もうちょっと長いの。ここが、ここまで来て、ここまで多分来てんだよね。でも、廉価版の方は、ここまでのピックガードになってるね。で、なんでこうなったかって言ったら、なんか USA 製作るときに、USA 製のそのビルダーの人たちが、なんかこっちの方がピックガードかっこよくねってて、これは既製品である形なのね。で、うちが使ってる USA の妹の方は、形はね、既製品でないんだって。なんかわざわざ削ってくれたらしくって、なんでかわかんないけど、うちはそんな違う。OK。I gotta pause this to read. Well, I didn't know this, and I'm realizing, obviously, I did not know that she had done a similar video.And because she keeps referring to previous time that she has made a video introducing, I guess, her studio, a different studio in a different home. So I will do a reaction to that one. And yes, I know I now realize that my reaction is going to be out of order because I'm doing this one first. And then when I can find the one that she's talking about, I'll do a reaction to that.But
You gotta understand, I did not know that there was another video besides this one. I'm learning as you guys are watching this. So, okay. もしないんだけど。でもほら、そんなこと廉価版ではできないから、まあ、こっちになってんだけど、でもうちはそれを殺さぬ人たちに、このピクガーと違うよって教えてもらうまで自分でも気づきませんでした。そんなもんだよなって。うん、基本的にはもうほぼほぼスペックはちゃんとフィッシュ。It is a nice looking guitar. I wouldn't know that that's a cheap version of the real version or the original version. I would never know. As long as it plays and it plays good. まあ、乗ってるしね。もう普通にいいですよ。なんで。木目もね、やっぱめちゃくちゃ綺麗なんで、うん、20万とは思えないクオリティの仕上がりになってますね。もちろん買います。Alright, question. How much is 200,000 yen in dollars? Maybe after this video reaction, I'm gonna have to look that up. Yeah, hold on a second. Let me ask my assistant. Hey Siri.How much is 200,000 yen in dollars? 200,000 Japanese yen is $1,517.42, according to Yahoo Finance. Okay, so it's about 1,500, a little bit more. Well, that's expensive, but it's a...You know, it's an electric guitar. So, huh. Good to know. Right. 日本から日本で買います、今。世界もそのうち買えるって話。その楽器さんが、何お取り寄せすれば買えるはずなので、今ね、黒沢楽器に何本かもう物が入ってるって聞いてるんで、ちょっとお問い合わせをして、もし実機を弾いてから買いたいって人はお店に行って、触ってみてから判断されてもいいかと思います。はい、素晴らしいギターに仕上がっております。廉価版ができるってちょっと売れっ子な気しない？廉価なんかねなんかわかるかな、こう受注でさ USS で作りますって言ったら、まあそれはそれなんだけど、こうなんかお手軽価格でこうみんなに買ってもらおうよってことだから、廉価版ってことはね、なんかうん、だって大量生産できないと廉価版って作れないから、正直そうありがたいね。はい、おすすめの一本になりました。すでに誰か買ってくれてどうする、うん、あ、もうちょいちょいツイッターで見てる。それもなんか聞くように語るように、あ、でもうちが見てる限りはほら、自分ギターオンラインレッスンやってるでしょの人。 She has an onlineShe's teaching, what, play guitar online? Or what musical instruments is she? I mean, wow. So she's got an online class. Boy, I'm learning something new about her all the time.If anybody's attended her online class, put in the comments, what was the instrument, or what was she teaching? Was it how to do music arrangements? What? Put in the comments, please. の人たちが買ってるイメージで、プラス別にレッスン受けてない人でもやっぱギターが好きだから買ってる人が多いかな。刀の飾りで20万を出せないよ。一応出せないかな。オンラインレッスンで普通にオンラインギターって言ったら最高だね。そう、最高でしょ、最高でしょとか言ってはい、うん、なんか自分のモデルだとか抜きにしてもやっぱかっこいいギターだなと思うんで、見るからにその人のシグネチャーだなっていうギターってうちはあんまり
買えないんだよね。なんか買えないっていうか、あの人のモデルだってすぐ言われちゃうから。なんかうちのモデルはなんかそうではない、こう、まあ、ありそうでなさそうなみたいな、なんかそういうとこを狙ってね、まあ、作ってみたのもあるので、こう正直うちを知らない人でもこのギター見かけたら買ってくれんじゃないかなと思っております。あ、それね、こっちね、いらっしゃい、よいしょ。あ、うん、似てるかも。ちょっとこれかぶって、これね、あのワービックっていう、 Not familiar with Warwick? I think she said Germany. Maybe this is made in Germany. Looks メーカーのベースになります。あのジャーマニーの、ドイツのね、あのメーカーのベースみたいですね。あの、まあ、自分ベーシストじゃないんですけど、あのやっぱりそのデモ作るときにベースはちゃんと打ち込みじゃなくて自分はちゃんと弾いてるのね。で、こう前はちょっとミュージックマンのベースとかあの使ってたんで。What is Music Man 1? Is that a computer program? If anybody knows, put in the comments below. けど、なんかちょっといいベース欲しいなと思って、なんか去年なんかちょっと探してたのね。たら、で、ワービック。で、ワービックって結構、こう、結構ブリンブリンでいい音ってイメージがあったから、ワービックのなんか10万ぐらいで買えるラインのやつなんか買おうかなと思ってた、もともと。で、で、いいやつあったのね、10万円ぐらいで。あったんだけど、で、その隣ぐらいにそのワービックのカスタムショップラインがあって、で、それはなんか30万、40万とか、その値段帯に急に上がるんだけど、買わないけどちょっと一回弾いてみていいですかって、ちょっとこれをね、買わないけど30万ぐらいのワービックってどうなんかなと思って弾かせてもらったんです。そしたら10万に戻れなくなっちゃったね、あるあるやね、あの戻れなくなっちゃったので、まあ見た目もそうやし、で音も結構自分的にはどんつばだったんで、ちょっと安くしてって言って買いました。結局とかで、うん、ピックアップはね、たこれちょっとね、これね、ベースのことあんま本当に詳しくないんだけど、 MEC って書いてる。 MEC ってメーカーなのか、ワービックのオリジナルのあれなのか、ごめんちょっと分かんないんだけど、でこれあのアクティブのベースなんだけど、あの電池じゃなくて USB で充電できるのね、うん、便利よね今のね。うちのギターはね、ちゃんとギター、電池式ですけどね、これは。I didn't know they made, well, it's electric bass, but still guitars that is USB type. USB で充電できるっていう、お便利なものになってます。うん。そうそうそう、木目かわいいよ。ね、木目フェチが買いそうなベースでしょでこっちもね、ボディもいいし、うん、すごい芸術作品っぽいなと思って、ちょっとね、ベーシストじゃないのにそんなお値段のベース買うのってちょっとどうなんと思ったけど、まあ、自分の資産になりますからね、今持ってて損はないしねと思って頑張って買ってみました。なんで最近のデモはこの人のベースがプリンプリン言うとります。うん、入れない、うち全部弾いちゃう。そう、なんかわかんないけど、ギター弾く人はそのベーシストに言ってね、弱くしたらそんなんベース弾けてるうちに入れへんでって怒られるかもしれへんけど、まあルートぐらいやったらね、そんな弾けんってこと多分ないし、最近指もねちょっと練習してんだよ。スラッシュ、スラッシュ。まあね、やっぱたまにはね、自分の本業じゃない楽器を触るのも楽しいかなっていうことで、はい、こんなベースも持っております。で、まあ自分のスタジオなんで
まあこれね、プロツールスちゃんと用意してあって、いつもこれで曲を作ったり編集したりレコーディングしたりなんじゃかんじゃやってる空間になります。でここにね PB とかケンパーとかオレンジとかマーシャルもあってね、ここでは最大 3,4 人ぐらいギタリスト集まってもセッションできるくらいのアンプありますからね、みんな集まった。他のねサオたちは次の回でちょっと紹介できたらと思いますんで、とりあえず今日はざっとこんな紹介した感じで、はい、じゃあまた来週お会いしましょう。じゃあまたね。Wow, I learned something new. Wow, I'm kind of surprised she doesn't, well, I mean, she's obviously learning to play bass, but she seems so talented and she writes the music, she can play piano like nobody, she definitely can play guitar like nobody. I guess maybe I just figured that she did to play the bass too, but I mean...She does play, I think she's basically playing like the, she's at basic level in bass playing. Not enough that she would probably feel comfortable going out on stage playing it. At least not at the time of this recording that she made that video. But it's, that's interesting though. That goddamn, that, all right, so the electric guitar costs about $1,500.And that bass costs like almost probably $2,000 or something like that. Jesus, that's expensive. But I guess it's all relevant, you know. If you got the extra money, I guess it makes sense. But anyways, I hope you guys enjoy this. I know I did because I learned that apparently she holds online classes. I don't, like I said, I don't know if she's holding online classes to show how to play guitar, play piano, or how to program your recordings. I don't know what her online classes are, but apparently she's holding it. And that's pretty cool. But imagine if you're a fan and you can be on her in her class and get a chance to learn from your idol.You know, that'd be pretty cool, I would think. So, anyways, I hope you guys enjoy this. And if you did, please give a thumbs up. Until next time, you take care of yourself and the ones you love. Bye-bye.